5号艇岡本太志選手です。よろしくお願いします。お願いします。前半は水をつかんでいなかったと話されていましたが、準優勝戦戦ってみて船足いかがだったでしょうか。1周2コーナーは気になりましたね。どこか気に入っている部分というのはありますか。握ったらやっぱりモーターの力で前に進んでいる感じはします。はい。節間中の乗り心地の方はいかがでしょうか。乗り心地は、まだ来てないですね。あ、そうなんですね。はい。明日の優勝戦向けての作業というのは何かお考えですか。そうですね、外回りとペラで乗り心地を求めるだけですね。はい、わかりました。明日は5号艇でのレースとなります。コース取り、レースイメージの方はいかがですか。5コースから行って、はい、まくり出し狙えるように調整したいです。はい。スタートについてなんですが、見え方、ご自身の勘との比較はいかがですか。そうですね、一定心目標に頑張ります。はい。地元での初優勝をかけての戦いとなります。それでは最後にファンの方に向けて一言お願いします。一生懸命準備して頑張ります。よろしくお願いします。